商品の種類を区別する部門名を設定します。例えば、部門1に定食、部門2に持ち帰り弁当を設定します。モード切り替え、7、現金。2、1、0、1の順に押します。操作を間違えた時は、元の画面に戻るまで、強制解除を何回か押して、やり直してね。 部門1が選択されています。現金を押します。下矢印キーを2回押します。1行クリア入金を押して、現在の名称を消して、定職を入力します。まず、ひらがなで定職を入力します。変換 %2 を押すと、 漢字に変換します。何度か変換 %2 を押して、正しい漢字が表示されたら、確定、支払いを入力します。現金を押します。部門2の設定が表示されます。下矢印キーを2回押します。1行クリア、入金を押して、現在の名称を消して、持ち帰り弁当を入力します。 入力方法は定色と同じだよ。文字や記号はキーボードから直接入力できます。入力方法は昔の携帯電話によく似ているよ。現金を押します。残りの部門についても同様に設定します。終了する場合は、強制解除を5回押します。 PLU や JAN を使っているときは PLU や JAN に対する商品名の設定も必要だよ。PLU や JAN に対する商品名の設定操作は別の動画を見てね。商品名の設定は今からでもできるよ。設定する数が多いので今から少しずつ設定しておくことをおすすめします。